混合書混合書は、日本仏教の一部宗派やチベット仏教の全宗派で用いられる法具。二つの教えが煩悩を滅ぼして、菩提心を表す様を、インド神話上の武器に例えて、法具としたものである。像、アイラーバタに乗り、バジュラと剣を持つインドラそもそも、バジュラとは、インド神話で、インドラの暮らす雷伝のことを指していた。それが一般化して、堅固なもの。 力強いものを表すようになったが、インドラの用いる武器のこともこの語で表せる。混合書の感銘通り、混合でできており、雷を操る。神話は、混合書の由来を次のように説く。インドラは、ブリトラを倒すため、ブラフマーに相談した。ブラフマーは、ダギーチャという偉大な聖戦に骨をくださいと頼めば、彼は身を捨てて、自分の骨をくれるから、その骨でバジュラを作れ。 速やかに実行せよ。と述べた。インドラーは、ダディーチャの陰性どころで、そのように頼んだところ、太陽のごとく輝く。ダディーチャは、わかりました。お役に立ちましょう。身を捨てます。と述べて、息を引き取った。インドラたち神々は、ダディーチャの骨を取り出し、飛ばし鳥を呼んで目的を告げた。飛ばし鳥は、一心不乱に仕事に励みバジュラを作り上げた。 インドラはそのバジュラを掴んで、ブリトラを粉砕した。マハーバーラタインド文化圏の言語には、サンスクリットのバジュラもしくはそれに由来する語を取り入れた事例が参見される。カンナダ語のバジュラ、タミル語のベイラム IPA、ベイラム、テルグ語のベイジラム、トゥル語のバジュラ、マライアーラム語のベイジラムはいずれも、ダイヤモンドの意味を持つ。日本語では、バジュラの音舎は、バサラとなった。 またこれらとは別に仏教が伝わった地域において、直接恩赦とは認められないものの、硬い鉱物あるいは金属と雷伝の二つの意味を持つ語が見られる場合もある。日本には奈良時代から平安時代にかけて中国から伝わったと考えられる。新言宗、天台宗などにおける密教の儀式や新言宗、天台宗、禅宗における背書き会などで用いられる。 また、天台宗では、仏道を混流する際に本尊を安置する趣味団の元に安鎮の結界を作るが、特古書を安鎮の霊器として用いた出土霊がある。古くは輸入して用いられていたが、平安時代以降は国産され、今日日本の寺院において輸入品が用いられることはほとんどない。基本的な形は棒状で中央に殻がある。鬼目は、 大日如来と乾燥され、行者は大日如来と一体化する行法としてその膨らみを握った。その上下に槍状の刃がついている。葉の数や形によっていくつかのバリエーションがあり、それぞれ固有の名称を持つ。ありがとうございます。